スタートしまししたたほぼ揃いいまま正面サンド前での先行争いです、ま、だ横に広がっていますが間柄10番の茂さぐりそれを制して11番のムーンリット・レイクスーッと上がっていきます12番サムソンズ・プライドもそれに並んでいってさらに外から15番のゼロース3頭が前を行きます3頭広がって4番手が内から8番のトップカミング一番審査10番シゲル、茂さぐり14番ラブイズ・ブーシェ並んでその内から1番のペプチド・アマゾン並んでいきます外には スーッと並んでいく16番のセイクリッドセブンその後ろの集団に5番のレッドレイブン1コーナーです。 花に立ったのは15番のゼロス、2シンのリード、2番手11番ムーンリットレイク、あとは2シン離れて12番サムソンズプライド3番手、1シン内8番トップカミング4番手、5番手16番セイクリッドセブン、その後ろに14番ラブイズブーシェ、2コーナーカーブ、それに内から接近10番シゲルササグリ、あとは2シン離れて中段の外目5番のレッドレイブンがつけて向こう正面、内は1番のペプチドアマゾンが並んでいます。 その後ろ1馬審、内から2番のアロマカフェ、それから1馬審、7番セイルラージが行って、内3番のミエノワンダースーパーがあります、その後ろ2馬審、4番 K.I. さん内、外は9番のレインスティック、3馬審、後方から13番アクションスター、最後方が6番のマルカプレジオ。 やや縦長で書けば第3コーナーのカーブへとこれから入っていきます。15番のゼロスが先頭、ハンバシンのリード600を通過、2番手11番のムーンリットレイクがじわっと差を詰めて3、4コーナー中間へ、2番シン差12番サムソンズプライド3番手、そして動いていったトめから5番のレッドレイブン、4番手から3番手に並んでいきます。の内からは14番のラブイズブーシェ。 第4コーナーのカーブに入って、前は2頭並んできました。ゼロスわずかに先頭で直線に入りましたが、11番ムーンリットレイク先頭に変わります。そのそから5番のレッドレイブン並んできた。2頭の内にコースを取って14番ラブイズブーシェに200を追加。追ってくるのは7番のセイルラージ。抜けた5番のレッドレイブン3馬身のリード。2番手争いは、11番のムーンリットレイクに敬愛調査セイルラージ。2番手広がってゴールイン。最内は14番ラブイズブーシェ。